2016希望郷岩手国際選手競技会大会3日目続いての種目は少年男子競輪準決勝です。それぞれ1位から6位決定戦決勝へ上がります。1組佐賀県佐賀田光輝、大阪府福永大地、埼玉県中川亮、三重県武雄龍斗、福井県脇本勇樹、鳥取県松岡拓海です。先頭誘導は高木翔選手が務めます。さあスタートしました。まずペーサーの後ろ脇本勇樹が行こうかというところでしたが、外から鳥取松岡拓海も上がっています。その後ろバッテージにつけたのは大阪福永大地、そして佐賀佐賀田光輝が続きます。その後ろ埼玉中川亮、そして三重武雄龍斗、鳥取の松岡拓海は後方に下がりました。並びをついて一周を完了。バッテージ大阪の福永大地、2回戦は中本の位置から終始レースを作る積極的な走りを見せています。3番手に佐賀県佐賀田光輝、2回戦は後方2番手からのスタート、その時は外からうまく足を使いましてこの、準決勝に名乗りを上げています。その後ろ埼玉の中川亮、2回戦は中段位置から前をマークしてレース運び、その後ろ三重県の武雄龍斗、2回戦は後方から口を切る。さあ1コーナーから2コーナーに向かっていくところ現在並び変わらず後方からの動きを警戒しながら松本勇樹が前を抑える。その後ろ並走状況で外側に出ているのは佐賀県の佐賀光輝、その後ろに松岡拓海を控えるが、残り1周4コーナーから直線に入ってくる。まもなく残り1周は松本勇樹が走ってきた。その後ろをマークで福永大地、そしてそのまま粘って1コーナーから2コーナー先行、その後ろに後ろに全て下がった1列並びになってラストステージは松本勇樹、そして福永大地、その後ろには埼玉の中川亮、3コーナーから4コーナーに向かっていくところ、1列並びから4コーナー直線勝負に持ち込めた。さあ後ろから飛んでくるが、今度は内側の脇本勇樹最後まで粘った。そしてそれに続いたのが大阪福永大地か。着順確定、今しばらくお待ちください。すごい。